はい、こんにちは、リキジキューです。今日のご紹介されてもこちらですね、ウィザーズカップですね。白陣営とですね、黒陣営のですね、魔法使いを率いてですね、お互いにですね、優劣を競いましょうと、そういうタイプの対戦型ゲームになってるんですね。で、同じデッキを持っているんだが、そこの構築の仕方、そしてその順番っていうところでですね、まあ、ミサが出ると、そういうタイプのゲームになってました。というわけで今日はこちらですね、ウィザーズカップをね、ご紹介していきたいというふうに思います。The Game Gallery。はい、じゃあ早速ね、ウィザーズカップに中身ご紹介していきましょう。中身は割とね、シンプルな構造になってまして、こちら黒陣営のデッキね、黒プレイのデッキと白プレイのデッキ、それぞれね、あとサマリーですね。表面の方がですね、これ属性があるゲームなんでね、属性の関係を示しているのと、裏面の方にはですね、プレイの流れっていうのをね、書いてるっていう2つのね、表裏があるやつのサマリーが1枚ずつ、そして2勝すればこのゲームに勝ちますので、それね、勝ち負けが表すためのトークンと、こういう仕掛けになっております。で、プレイはどうしていくかというと、お互いにデッキを組んで、それでお互い対戦していきましょうということになってるんですが、組み方がちょっと独特になってまして、まずこれね、お互いにランダムで1枚を出しますと。こうなってるんですね。で、こっちのプレイヤーもランダムで1枚出しますと。で、この時に、ここの数字がですね、後で対戦した時に大きいプレイヤーが基本的に勝つのですが、ここにアイコンが書いてますよね。ここのところのお互いのこのアイコン、つまり属性ごとによって強弱が絶対あるんですね。例えばこの横にあるね、炎は絶対この木に絶対勝つね。葉っぱ絶対勝つんですね。葉っぱ燃えちゃうからね。で、こういう数値と関係ない強弱関係っていうのがありつつ、この強弱関係にないものであれば、数字がでかいものを勝つね。ここでちょっと難しそうですけどね、この下のところにね、何が弱点だって書いてあるので、まあこれでわかるわけですが、こういうお互いの弱点があるというもの同士で後で比べ合いするということなんですね。で、まずここのランダムの1枚が出て、じゃあまあこれは出てくんなということを前提にしておいて、こっちの方の自分のデッキを残り見て、残りの5枚を決めると。こういうわけですね。で、これを加えて6枚にしますと。で、こっちのプレイヤーも5枚を加えて6枚にしますと。これで試合の準備が完了したんですね。もうこの使えませんので、のけちゃいますね。これで試合の準備が完成して、さあ、あとこれで2試合勝った先にね、勝った方が勝利ですよと、こういう仕掛けなんですね。じゃあゲームの流れ、こっからどうなっていくかっていうと、まず、せっかくできたこの6枚。6枚の中から第1試合に使わないものというのをこっそりちょいと、横の方にお互いどけておいて、これは出ねえでと。のけておいて、残り5枚にします。で、この5枚の残りの順番も完全に並べ替えていいです。好き勝手に並べ替えてよくって出したと。で、ここまでで終わると、さあ、いよいよ試合開始ということになって、5枚ずつ入ってますからね。お互いのやつがこうオープンをどんどんとこうすると、こういう仕掛けになっとるわけですね。で、オープンすると、まずさっきの属性での弱点があれば、まあ、一方的に負けるわけですね。属性の弱点がなければ、数字比べになるので、8、7なので、7のこのキャラクター負けよと。こういうことなんですね。で、まだ山札が残ってるので、続きが出てきましたよと、こうなると、おっと、この光は火にも水にも、この緑にも弱いということになってるので、一方的に数字の関係の前に負けましたよと。じゃあ次ですよというと、強弱関係はないけど、数字がちっちゃいんで負けました。じゃあ次ですよ、おっと、これ緑には勝てませんぞ。よいしょ。で、こうなると10なので、こいつは勝ちました。闇なので、こいつは勝ち。これなのでこっちも相変わらず勝ち、これも勝ちって結構粘ってますね。で、これが出てきました、これも勝ち。おっと、最後これ光に弱いんですね。残念ながら負けと、山札がないと、こっちのプレイヤー一勝と、こういうわけなんですね。ワンウィンと、こうですね。じゃあ2試合目どうしましょうかというと、今の見たよねと、今のあれを見たので、はい、こっち1枚残したやつ、これを入れてもう1回5枚を組み直してくださいよということをお互いやってねと、こういうわけですね。あいつあれ入れたからな、ここちょっと敵変えとこうみたいなことをちょいとやって、再びほいどんどんとめくり合って、数字の大きさを競い合って、こういう仕掛けになっとるわけですね。こういう仕掛けをお互いにやっておいて、
どちらか最初に山札が飛んだプレイヤーも負けましたよが負けて2勝したプレイヤー勝つと、こうなっておりました。もちろんですね、さっき私ね飛ばしてますけども、こちらね特殊効果もあって、出てきた時にすぐ効果があるというのもあるし、ここから除去されてしばらくねここに残ってる間に効果が発揮するやつもあるんですね。次のやつの数字をプラスするとかあったりするので、瞬間にやるやつもあるし、ここに出てきてる間だけね、次に負けちゃったかってきたら無理なくなっちゃいますんで、ここに見えてる間だけ効果が発揮するやつもあるので、数字が小さいやつね特殊効果結構持ってるんですね。単純に数字でかいわけいいってもないですね。それを仕込んでおいて、次にだってここコントロールできますからね、コントロールできるようにしていくと、こういうミソのゲームになってるわけですね。だからこっちの方の単純に今数字がでかいからといって、すごい単調なこれ属性に組んでたんですね。単調な属性に組んじゃったので、ここにもザーッと負けていくわけですよね。ただ実際のところは、じゃあこういう風に相手の緑が出てきたら、出てくるんだったらみたいなことをね、最初に1枚見えてますからね、まああれを使うかどうか別ですけど、やっぱり仮想で想定して、じゃあこうやったらこいつに絶対勝てるよねっていうと、こう吹っ飛ばされる。じゃあ次こいつが負ける可能性があるとしたら、こいつ水に弱いんで、じゃあ水に強いやつっていうやつをやっぱり用意しておかなくちゃいけないねっていうことをしとくと、じゃあこれの次には葉っぱ用意しとけばいいんじゃねってね。なぜなら水は葉っぱに弱いんですね。っていうことの、こいつが次負けるやつの要素は何かなみたいなものを組んで、ただ序盤のところにちょっと弱いカードであえて負けといて、次のカードのコンボを組んどいてとかできるわけですね。なので、ここの最初に出てきたった、じゃあこれはもう俺の6枚のうち1枚出てくるんだと。じゃあ、こっから残りの属性はこれとこれとこの順番にして、じゃあ頭のコンボはこうしとくかみたいなものをセットすると。一番最初ね、ゲームの開始に一番最初にセットしておいて、ここから、あとここはもうメタですよね。見えたやつを使うもよし、使わないもよし、まあ見えてるやつはね、ちょっと対策してくるからな、ちょっと伏せとくか、なんて言って、じゃあ残りの組み合わせをどうするかというのを、お互いよくよく、単調にしたら強い場合もありますけどね、一気負けする場合もありますからね、属性でバーッと負けちゃう時があるので、それのところのメタで読んで、お互いどうするか。一試合目終わった時次勝負ですよね。だって見えてますからね。この伏せたやつ一枚以外は。これで相手がどう組み直してくるかっていうやつを、いわゆるサイドボード的なね、このカードの中身を見て、二試合目の6分の5をどう組み直すかというタイプのゲームになっておりました。非常にマイクロなデッキ構築ゲームになってるんですね。で、この小さいデッキ構築ゲームの中で、やっぱり非常にプレイ自体は簡単ですね。こうやってめくっていくだけですからね。なんだけど、この中身を一通り覚えてね、ざっくり傾向を覚えておいて、特にこの属性の強さっていうかと頭に入れといた上で、最初ランダムの1枚が、これが出たかと。じゃあどうしよう。相手のランダム目の1枚はあれかと。じゃあどうしようっていうことを考えるマイクロデッキ構築の対戦というふうになっております。非常にワンプレイ短いです。先のみたいなだけで、負けるときバッと負けますからね。なんだけど、じゃあもう一回やりましょうっていうことで、すぐもう一回ね、戻して、ランダム1枚出して、じゃあそこから5枚構築して対戦するっていうですね、非常にスピーディーな体験がね、味わえる。このね、こういうふうに巡っていくだけですからね、ここね、勝敗のところね。ただそのところでこの特殊効果が発揮できる、二人専用対戦の3戦、やるうちの2勝勝てばね、いいっていうことになっているところが割と面白いんじゃないかなと思いますね。仕掛けは最近のね、チャレンジャーとかによく似てますけど、これは完全な二人専用だっていうところと、属性が非常にあるので、この属性の読み合い、そしてこの構造をよく知ってからプレイするのが面白いよというふうになっておりました。The Game Gallery。はい、というわけですね、ウィザーズカップをご紹介いたしました。まあ本当にね、マイクロのね、小さい6枚しかないですからね、あれだけあるデッキの中からピュッとランダムで1個、残り5枚っていうやつを見て、相手の出す順番、そして選んでる属性っていうのを読んだ上で一発目プレイすると、そしてああこうやったかっていうので、じゃあ1枚あるサイドボードをね利用して2発目どうするか、これ難しいですね。1枚目の時にあの見えちゃったやつを横にどけてしまったら、最初の試合で全部5枚見せちゃってるんですよね。だからああ、あいつさっきめくったやつ隠してたなっての分かると、もう全バレしちゃうんですよね。それの上で分かっといて、1枚目はちょっとこいつだ、のけとくか、みたいなね。
見えないカードを作っとくっていうのもなかなかミソだったりするので、この辺のね、軽い読み合いっていうところをギュッと短時間でプレイできると、そんなゲームになっておりました。というわけで今回ですね、二人対戦ゲームですね、ウィザーズカップをご紹介いたしました。ザキムチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。